どうもパフォーマンストレーナーの宗之助です。えー、今回はですね、えー、っと、TikTok をビラビラ見ていたらですね、まあ、たまさやくんがね、かましてるんですわ。はい、ルセラちゃんのえー、っと、アカウントですけども、うわーっていうね、うわー、これは時代が変わってきましたね、こういう風にね。 いろんな人がこうコラボしてるっていうね。唯一ないのが二重ちゃんでございます。なんでないんでございますかっていう感じですよね。うーん。まあまあまあ、待ちましょう。はい。With You の、見てる方はわかんないですけど、With You の皆さん、そして私ですね。僕はコラボ大好きなんでね。はい。これはね。まあこのね、あのメンバーね、これジンくんで、松田くんですよね。 うんはい。見てみましょうか。うん。これ面白いですね。ジンどうしたら、まさや、人だけしか書いてないね。うん。いきましょう。じゃあ、おんさん。うわ。うわし。もう、このヘッドロールね。もう、まさやくんはね、もう、 かっこいいとかでまとめたくないんですよね。ほんとね、細かいディテールを明確にバチンってくるよね。ほんとに。ほら、もうこのヒップハイクから違いすもんね。この、いや、これほんと難しいですよ、ここ。ほんとね、こうやってかあの小さくこうヒップハイキング入ってるんですけど、ヒップハイクとこの、あのニーア、2、2、 フットアップ、まあ、ダウンスだとフットアップになるんですけど、僕からしたらニーフレクションなんですか、ね、あの、ヒップフレクションなんですけど、ヒップハイキング、ヒッチング、ヒップハイ、ヒッチングっていうのかな、ヒッチングと、うんと、股関節の、えー、ヒップフレクションですかな。はい。これがこう、マッチングしてくるとね、やっぱすごくこう、フロントプロファイル見たときに、ものすごく可愛いけど、いわゆるジャックアップされてるような、こういう動きになるじゃないですか。 その細かさっていうのがこのこれに関しては僕はもう本当にこう神経経路をたどっていくとものすごく細かい神経経路で働いてくるものだからあのこれ前も話したようにあのあこれ TikTok だからっていうだから本気じゃないからっていう方が多いと思うんですけど我々えっ、ー、と アスリートじゃないですけど、いわゆる一流のパフォーマンスの話したら、もうそうだし、ダンスやったことやあったある方はわかると思います。細かい小さな動きやディテールっていうものが遊ぶようにできてなかったら、そんなの本番でできるわけがないんですよ。そりゃそうですよね。ああ、俺適当に抜いて、なんか武道とかね、人捌けんだって言ったら、絶対捌けるはずがないんですよね。そう。 トップスピードを出したい時に出せなきゃ出せないじゃないですか。か当然の話ですけどね。うん。だからね、こういうふとした瞬間に醸し出してくるものはやっぱね、ダンスプラクティス以上のものがある。ダンスプラクティスっていうのは逆に言うと、彼らからすると、歌っていうものが外れてくるから、うん。逆にすごくダイナミックで面白いんですよね。で、またこうコラボっていうのはまたこう不思議なもんでね、そう。 余じゃんラムじゃんのこう違いがあると思うんですけどもいやこの細かさ出してくんの本当ね松田君はねもうこれ <laughs> もうあれですねかっこよすぎるもうなんか完成しすぎたんねこれがね これはね、ちょっとまあ僕と私男ですからね。ちょっと別次元の人でね。まあもう、まさゆくんもそうなんだけど。しかし、すごくないですかこのチェウォンさんの体。ねもうアスリートですよ、彼女は。本当に。もう顔がね、絶対甘いとこ作んねえぞっていうもうね、ルセラフィンはすごいですよね。だからそれに対してちゃんとね、 敬意を払ったパフォーマンスをしてくれるこのね、二人は素晴らしいと思います。うーわ。うえ、ヒット打つでしょなんでだろうねこれね。これなんでこのヒットアクセントが入るんだろうねこれね。なんで入るんだろうね。もう、あの、 エネルギーの派生する、まさやくん、前から言っていうのはね、まさやくんの、あの、もう絶対にチッケムたらなんたらでも散々言い尽くしてるんで、ものすごく力の派生が、こう、脊柱管の派生が力を出すっていうことは、ものすごいね、シャープなんですよ。もう大、大好もう、好み、ほんとに。うわ、ほら、見てください。今の投資とかもちょっと。 ほらほらほら、もうウェーブの通し方とか、重心のこの落とし方がね、このちょっとこう、重心落としのこう、すごくウェーブ柔らかく通しやすいようにね、膝ロックするとちょっと脊中、まあ僕とか、まあた、多分一般の人膝ロックすると多分ちょっとね、あんまりこうウェーブって深く見えないんだけど、やっぱちょっと股関節落とすと、これね多分ね、全体のこの筋膜のこう、 筋膜っていうか人間の構造自体に少しこう遊びができるんです。だからこう通しやすいですよね。やっぱね、ウェーブね。あの、膝ちょっと落とした方が。センスだよね、本当に。見てください、この、ブーンブーンっていう、この。ヒッチヒッチヒッチ。これ、細かいところめっちゃ大好きだね。ヒッチヒッチヒッチ。 ウェーイナイスシェイクもう、こう、こう、こう、<laughs> こうやって顔と上半身、こうやって見てもさ、すげえから、骨の動きが。あれちょっと、ちょっと、右のお方、向かって右の方、すげえ動いてんじゃないって、ほら、ほらほら、<laughs> ほらほらって皆さん、そう見えねえよな。<laughs> じゃあ,あのやってみてください。こう、あのね、 もう足だけートっッうのは、僕とかはね、もう見えないんですよ。そう。もうこれはもう、もう十、十九歳、十八歳ぐらいから、もう二十年近くなっちゃうね。人の動きばっかり見てるからね。もうこの職業にいますから、人を触って、そしてその人の起業歴や、その人の、 まあ送ってきた体のバックグラウンドっていうものを触って喋ったりとかして、もう探りに探りまくって、日本人って自分のこと言わないから、それで多分受けたあれだと思いますだから、X ゲームですね、今回行って、もう本当トップ5のチームの、もうワールドクラストップ5アスリートたちですよ。海外の人たち、オーストラリア人だったりとか、オーストラリアだ、僕はオーストラリア、アメリカの。 えー、やっぱりケアするの多かったかな、うん。オーストラリア人もこれ大好きなんで、マーレッチ。オージィの文化知ってる人だったら知ってる。You got a big mallet! って言われたんですけど、そう。で、あの、まあまあ、で、彼らも僕のことをすごく理解して、なぜなら触ってアプローチするとこに対して、これもね、ルスラフィンの動画でも言ったんですけども、触ってアプローチしたときに、お前アスリートかって言われるんですよね。 そうだからこういうふうにだからそれすごく嬉しかったです超エリートのアスリートが僕に対してお前がアスリートかってもう僕にとってみたらもう誰からも評価いらないっていうぐらい嬉しかったから本当にリアルで人生かけて自分の競技に対して命かけてる人に対して僕はお前自分の体使ってすごく訓練してるだろうとかアスリートだろって言ってもらった瞬間にあの 本当に腰が砕けるぐらい嬉しくて。で、それは何かっていうと、体鍛えてるとかじゃないんですよ。体を使ってる人が体を使ってる人を触った時に何か感じるものってあるんですよね。それはアプローチされる部分です。で、さっき言ってた触ればその人のなんとなく感覚でわかるようになってくるというか、そう。だからそこでこう繋がったっていうのはめちゃくちゃ嬉しかったですね、本当に。うん なならわかんないもしかしたらまあちょっと僕はあんまり自己評価が得意な人間ではない自己肯定感はものすごく低い人間なんでそうあまりこうポジティブに考えられる思考じゃないんですよねそういうふうに育てられてないから常にあのお前なんか地獄って思えって言って育てられたまだ時代だし親からもそう言われてきたからなかなか自分をこうかしなんていうのかな いい風に評価することはできないんですけどやっぱ一流の人に評価してもらうとやっぱちょっと上がりますよねうんだからもしかしたらこのチャンネルでも適当なこと言ってるのかもしれないけどもしかしたら本当かもしんないよねうんだから分かんないですよ僕もしかしたらいつか渓谷のねあ,あのアーティスト管理ブースにいるかもしれない分かんないそれはなぜなら、うん 我々の世界がついにブレイクダンスの大会にアスリートたちを、えー、管理しようじゃないかと動き始めてますからねはいなんで僕らはもしかしたらブレイクダンサーから少しずつサポートしていくかもしれないねいいですよ、えー、素晴らしいですよねもうこうこういったのですよ本当に これ真似できないんだよねだって男ですよこのお二人言っちゃあれだけどやっぱね男のビッツードは女性を超えてくるものがあるねおお see that? ネックアクションネックアクションそうまぁちょっとジン君はちょっと首のやつで見えづらいけど もう絶対見とる力高いよね本当にもう余者見る時のポイントはまずこの手首ですねこうそうどうしても男性はフィストフラットになっちゃうんですよそうだけどやっぱりジャ的なこう動き出すときっていうのはリストやっぱりこういうふうにね折る折るっていうかねそうこういうふうなやっぱりディテールになってくるんでそこ必ず取ってくるんであとこうですこの指 かかるかなこういうこういう手のストラクチャーになるんですよ何かっていうと女性は分かんないかもしれないけど男性ってフィストを握ると勝手にこういうふうにフラットなこれ本能なのか分かんないですけど絶対にこう フィストがフラットなんだけど、やっぱ女性が握ると、ちょっとこうなんか丸っこさっていうのかな。こういう丸っこさで、こう肘が,肘が抜けたようにして、肘の進展ができるし、あと、これやっぱチェォンさんとかすごいなと思うのが、やっぱり肩居上しない。そう、僧帽筋使わない。まあ、これ当然のことですけど。はい。それもちゃんと男の人、ただね、ジン君の腕っていうのはこれ過伸展でしょうん。これはもうね、あれですよ。 あのもう綺麗に見せるっていう上ではもうこれはもう受けこうつ継いだものというか、はい、これはもうあのも,らっもう授けてもらったものですねでその体のもらったスペックをこういった現場でアウトプットできるっていうのはもう最大の運命ですよねほんと素晴らしいと思う人生がシーダーフィスコントロール ええ、いいよ。うわあ、<laughs> すげえ声出たな。ヘッドロール入れるうーえ、すーごい。このヘッドロールのシャープさ、ちょっとぶち込んでくるとかまたかっこいいっすよね。ほら、この、このアクセントつけてくんだよね、まさやくん。うーえ。ね。これですよ。大好きもこ、もうね、僕あの、なんていうのかな。 ここうスマッシュこうちゃんと爆発的にやってくれるのは雅也君ぐらいしか多分見てないだって雅也君の動画でこんなべらべら喋ってるぐらいだから、うん、<laughs> 変態だよね本当にでもねこうう動き動作が大好きなねバカ野郎からするともうねたまらないんですよね ものすごい関節動くから、マジで。動かすセンス、見とるセンス。おで絶対リスト。お入れてきてるね、松田くんも。いやー、ここよ。まさやし。うえすごいヘッド動かすし、この視線の持ってき方だよね。 足の使い方、うえい、視線の決め方、これ毎回言ってるよね。これ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 、こういったところですよ。素晴らしい。うぅ、動く体。またね、この。 ここでしっかり重心を、もう、この、ここで、ここのシルエットの面の取り方ですよね。これはもうセンスですよね、ここが。ずっとオープンにしてるっていうところが。右こう潰してる状態でね。うん。そう、だから、こう、やっぱり動きが、ね、こう見え、こうし、なんていうのかな。すべてがこうオビアスに見えるっていう見せ方っていうのかな。ちっちゃく見えないっていうか、こうオープン。 なってるような感じっつうのかなそうだからちょっとやっぱりリーンバックしてるんですよねさすがですねうえー、ここの切り返しとか急に出すよねマサヤくんっぽいとこどうんここはいい素晴らしいこういったとこだうえー、うーしっかり面見せるよねバックプロファイル フロントプロファイル、サイプロファイル、バックプロファイル。これはもう、あの見せる競技だ。もう、当たり前の話ですよね。そう。で、あの、あの北斎あの、浮世絵の、ね、最近、あの、博士ちゃんっていうの、博士ちゃんっていう番組でね、北斎についての、あの、あの注目されたというか、えー、っと、博士ちゃんが出てたんですけど、それが、 あれですよ。まあ浮世絵というか、まあ、アニメーションの根本になったんじゃないか日本のいわゆる絵というものに革命を起こした人ですよね。北斎っていうのはね。で、これ僕よく、線の話するじゃないですか。で、ね、北斎が言ってたんですよね。万物は何のか、万物は、万物は詰まるところに、えー、四角と円に尽きるっていうふうに言ってるんですよね。これ何かっていうと、いわゆる線と、 球体、いわゆる球体っていうのはうこの 3D なんで曲線なんですよ。よく曲線の話するけど。つまり、絵もみんなそう。いわゆる人が感動するものっていうのは、すごくシステマチックに作られてるっていう。コンパス使って絵を描いたみたいな話があるじゃないですか。 あるんですよね。波がこう入ってくる。波のこういうやつあるじゃないですか。こういう波がね。ああいう波がこう落ちてくる地点も全部球体で全部線で繋げられるように書かれているらしいです。すべてが線で。 ががっていて角度があってててい角度あ人間の目っていうのはやっぱそれがちゃんと明確にヒップラまだユニゾンドーンってヒップラインだったり円形の螺旋の回り方だったりとか落とし方の角度だったりとかそれがやっぱり自然に例えばこういう風に右一瞬かもしれないけどもいわゆるバッククワドランスっていうのはこう働いてるわけです後ろのクワドランスが働いてクワドランスって体格に働く筋膜の働いてるからこそ分かります 右,の右から左肩にかけてのラインをこう見せるそして右足からの体格のラインが見えるじゃないですかこういった勝手に人の骨格の線がこう綺麗に見えるだけでこれあの一発で崩れるの例えば頭落ちるとかわかんないけど右が上がってしまうとか後ろ見せてそうするとやっぱり線が見えなくなるんですでここに対してはあの どうかあのビジュアルが好きだとかまずそこら辺はちょっと置いといて一般っていう人間の人の目に映る綺麗なものっていうそういったインプレッションでこう情報を飛ばすんだったらやっぱ自然にそういったコンパスとか定規で描いたような流れが綺麗に映ることによって視覚としていい情報が入るっていうのはそれはもうあの絵描く人からもやっぱり学べますよね。 だから僕チャンネルで適当自分の感覚で物事言ってたけどいや本当だってすごく嬉しかったですけどねうんだから見せるっていうのはやっぱりピクチャーですよ一回ずつ止めてもちゃんと線が生まれる線を生ませるためにはねいろんな体がやっぱりできてなきゃいけないです しかし、シェンちゃん、かわいいね。かわいい。トップオブトップです。<laughs> しゃべりすぎましたね。それでは。